はい、ここでは様々な円の方程式の求め方について確認していきます。前回の動画で円の方程式の求め方ってやったんですね。円の方程式を求めたければ中心と半径を明確にしようねと。つまり中心が AB で半径が R の円っていうのは X-A の2乗足す Y-B の2乗が R の2乗っていう、こういう公式で出すことができたんですね。で、これに関してもうわけがわからない人はね、前の動画を見直してください。ここはこれができないと絶対できないところです。なので、ここではね、この中心 AB 半径 R の円が、X-A の2乗足す Y-B の2乗が R の2乗。この式を使って、じゃあ、もっともっといろんなヒントが与えられているときにね、そういう円の方程式を求めていこうや。っていうところですね。まず一つ目、2点 AB を直径の両端とする円。これはこういう図的状況ですね。2点 AB があって、これを直径の両端とする円と。これどうやって求めんねんって言ったら、やっぱり円の方程式を求めたければ中心と半径を求めりゃいいんで、まず中心を求めようと。中心っていうのはこの AB の中点ですよね。当たり前やけど。だから、まず AB の中点で中心が求まれると。で、半径っていうのはこの AB の長さの半分ですよね。半径っていうことは。だから AB の長さを求めて、それを半分にしたら半径が出るよと。それでも出るんですね。他に、中心と通る点が分かっている円っていうのもあるんです。つまり中心が分かってて、この円が点何々を通るとっていう状況もあるんですね。これも何も難しいことなくて、中心がもう分かってんやから、あとは半径さえ分かればいい。半径ってここのことやから、言うたらもうこの中心と通ってる点のこの距離を求めれば、これがもう半径になりますよね。やからもう公式も出せるよと。っていう流れですね。あとこれに似た感じで、X 軸に接する円、まあもしくは Y 軸に接する円っていう状況もあるんやけれども、X 軸に接する円、Y 軸に接する円を求めろと。中心も分かっててね。っていう時があるんですね。でこれも図的状況を書けば分かると思うけれども、結局 X 軸に接するっていうことは、中心からのこの X 軸までの距離、つまり中心の Y 座標ですね、ここは。Y 座標が半径になるよと。っていう風にすればね、これも半径が分かるんで、もうあとは公式を使えばできると。っていうことですね。だからここは別に暗記じゃなくて図的状況をイメージできればね、あっさりとできるところなんで、あとはこれに慣れていこうというところですね。ということで練習問題見ていきます。1番、2点 -2 -1、4、3を直径の両端とする円と、図的状況をイメージするんですね。こういうふうに円があって、-2、1と4、3、これを直径の両端とする。じゃあ、円の方程式求めろって言われたから、大事なのは中心と半径を求めようってなるんですね。じゃあ中心はこの2点の中点やからここやと。そして半径はこの直径の半分やと。まずとりあえず直径求めようかってなって、直径の式ですね、これ。これ2点間の距離の公式を使ってるんですね。2点間の距離の公式で、この距離を出せば、ここが2ルート13ってわかるんです。直径が2ルート13ってわかる。っていうことは半径はその半分のルート13ってなるよ。っていう流れですね。ここはもう2点間の距離の公式なんでね、これについてわけがわからない人は2点間の距離の公式を見てくださいと。これで半径出た。じゃあその次は、中心の座標を求めよう。中心っていうのはこれの中点、2点、これの中点やから、中点を求めるのは2分のの公式やったんですね。これもわけがわからない人は内分外分のとこを見直してくださいね。だから中心の座標は2分のマイナス2たす4と2分のマイナス1たす3で、1、1とわかると。これは中心と半径が出たんで、あとはこの公式に代入するだけで終わりやと。っていう流れですね。まあ、よく忘れるのがみんな半径を二乗するのを忘れる人が多いんでね、そこは気をつけてくださいね。じゃあその次2番行きましょう。点03を中心とし点 -16 を通れんと。これも図的状況を想像すれば何も難しいことはなくて、円があって中心が分かってて、03って分かってて、これが -16 を通ると。これはもう中心が分かってんねんから、あとはここの半径さえ出してしまえば、それはもう全て終わりですね。だから、半径を求めるために、ここでまた2点間の距離の公式を使うと。2点間の距離の公式使ったこの半径がルート10と分かるということは、求める円の方程式は中心03なんで、 X-0 の2乗足す Y-3 の2乗はルート10の2乗で、もうこの式になるとっていう流れですね。次3番、点 -24 を中心とし X 軸に接する円。これも図的状況を考えてみるんですね。円があって、中心 -24 があって、それが X 軸に接している。ここですね。X 軸に接していると。X 軸に接するっていうことは、結局半径はこの中心の Y 座標ってわかるんですね。というのも、ここの距離が半径やから。つまり、ここの長さは4。ということは、半径が4なんで、
中心、中心マイナス24やが x 引くマイナス2、つまり x たす2の2乗たす y 引く4の2乗がこの半径4の2乗の16になるとっていうことですね。この接するとかっていう時ほどやっぱり図的状況は大事になると思うんでね、これ接するの時はこうやみたいな暗記じゃなくて、ぜひぜひ図的状況をイメージできるようになってください。でラスト4番ですね。これが応用です。これができればもう大丈夫じゃないかなとっていうところですね。点 A、1、1を通り Y 軸に接し、中心が直線 Y イコール 2X 上にある円。一見ややこしく見えるけれども、全部これがヒントになっているんですね。やっぱり図的状況をイメージするっていうことと、何よりも大切なことが、この中心が直線 y イコール 2x 上にあるっていうのはすごいよくあるヒントなんです。中心が直線ほにゃほにゃ上にあるとか、こういうのを見たときに中心を文字で置く、この作業ができるかどうかっていうのが大事なんですね。でこれはもう慣れなんですね。もうこれ見たときに、あ、また中心文字で置いたらいいんやなというのに慣れてくださいね、やり方。ちなみに図的イメージはこんな感じですね。直線があって、y イコール 2x。直線 y イコール 2x があって、で、この上に中心があって、さらに y 軸に接するような円なんですね。しかもこの円が点 A11、どこにあるかちょっとわからんけど、点 A11 を通っていると。っていう状況なんですね。で、中心が直線 y イコール 2x 上にあるから、中心の x 座標を t とすると、中心は t2t となりますよね。というのも、中心の x 座標、ここを t としたら、ここを t としたら、この中心っていうのは y イコール 2x 上にあんねんから、x 座標が例えば2やったら y 座標なんぼですか ?x 座標が2やったら y イコール 2x 上にあるから4になると。もし x 座標が10やったら y は20っていう風に、全部 y は2倍になるんですよっていうことなんですね、この y イコール 2x は。つまり中心の座標は x 座標 t やったら y 座標が 2t って分かるんで、中心が t2t と分かると。でさらにこれが y 軸に接するっていうことは、もう半径が分かるんですね。というのも、この半径っていうのは y 軸に接してるから、結局中心の x 座標までの距離なんで、ここの長さなんですね。これが半径になるじゃんと、つまり t なんですね。だから中心と半径が一応文字で置けたと。中心は t2t、 半径は t やと。だから求める円の方程式はとりあえず x 引く t の2乗と y 引く2t の2乗は t2 乗と置けるんですね。でこっから t の値を実際に出せられれば、もうそれは答えになるなっていうふうに考える。ほんなら使ってないヒントが1個あるんですね。点 A11 を通る、つまり x が1の時 y が1っていうことです。だからこの式に x イコール1 y イコール1っていうのを代入するよと。そして計算していくよ、計算していくよ。そしたら t が出るよと。 t は2分の1と1って出るんですね。つまり答えは2つある。ね、ここの。で、これ t が出てから、もうここに t を代入して、そしたら答えが出るんですね。t が2分の1の時は、x 引く2分の1の2乗、足す y 引く1の2乗は2分の1、つまり4分の1の2乗ですね。あ、4分の1ですね。2分の1の2乗やから4分の1になるよと。t が1の時は、x 引く1の2乗足す y 引く2の2乗は1の2乗、つまり1になると。ということですね。図的状況で言うと、点 A11 がここにあるっていう感じなんですね。で、一つは、この x 引く1の2乗、y 引く2の2乗が1っていうのはこっちやったと。で、もう一個、x 引く2分の1の2乗足す y 引く1の2乗っていうのは、まあまあ、ちょっと書きにくいけれども、中心がここなんで、まあこんな感じですかね。こんな感じでもあったよと。まあでもこれは結果論なんでね、別にこの図的状況がイメージできるかどうかは A として、やっぱりここでの一番のポイントは、中心が直線 y イコール 2x 上にあるっていう点で、これ文字で置けるかどうかです。t2t となると。そして y 軸に接しっていうヒントから半径も t と読み取れるかどうか。これが一番のポイントですね。はい、ということで、ここでは様々な円の方程式の求め方についてありました。とにかく円の方程式は中心と半径なんですね。で、この中心と半径を求めるためにどういうパターンがあるかっていうと、直径の両端とすると。これ結構よく出ますよね。あと、まあ、通る点が分かっていると。もしくは接すると。ね、このパターンに慣れてしまうことが大事だと思います。なのでね、類題見つけてノーヒントにできるようにしっかり練習しておきましょう。